今回の動画ではマッカーサーが隠したあるものを自力で集めその数なんと7,000保管されている紗様と紗様と交流の深い歴史学者福地教授の対談をお送りしたいと思います私たちがテレビで見る歴史は何が欠けているのかマッカーサーは何を隠したかったのかアメリカにとって都合の悪いものとは何なのかこの動画をご覧になることでおのずと浮かび上がってくることでしょう何気なく立ち寄った古書店で 連合国軍総司令部司令没収指定図書総目録文部省社会教育局編という本を見つけました忘れもしない平成111999年のことですその本は420ページもあって7,000冊以上もの本のリストが載っていたそれこそが GHQ が検閲の延長線上で行った宣伝用観光物の没収つまり噴書にされた本の目録だったんですねそれまで世に全く知られていなかった事実ですね そうまさに驚くべきことがその点で僕はそれまで GHQ によってこれほど大規模に噴出が行われていたという事実を全く知らなかったんですまあ戦学の僕ならそんなこともあるかもしれないけれど日頃から師と仰ぐ大学の先生方ですら誰もご存知なかったそもそもが宣伝用観光物の没収とかいう怪しげな名前で当然の業務であるかのように装って行われていたのでしょう非常に巧妙に隠蔽されていたということです 宣伝用観光物って一体何だった話だよね実際占領下における検閲についての研究はそれまでにも結構されていたんだでも噴書についての研究は全然なかった唯一この目録を出した旧文部省の人間や噴射に携わっていた日本人が細々と記憶を紡ぐだけだったんでしょうこういう目録が出ていなければこの事実も塵と埋もれてしまっていたかもしれない これを見つけた時は背筋が凍る思いがしましたよしかもこの目録が出版されたのは僕が古書店で見つけた時より15年以上も前の昭和521977年だったんだからねその間不思議なほど話題になっていなかったそれで沢さんが真相究明に乗り出したわけだこの目録を頼りに一冊一冊地道に古書店で現物の本を探し集めてきたのだから沢文庫はやはり偉大ですよ それをきっかけにして噴射の実態に迫る研究も行われるようになったんだからこの目録にはタイトルの間違いや彫刻なんかもかなり多かったのですから探すのには苦労しましたインターネットの登場でだいぶん助けられましたけど家族で旅行に行く時なんかもね靴の底にこの分厚い目録を忍ばせて現地の古書店を訪ね歩いたりしたもんです重たかったけどまだ若かったからね それにしても GHQ に没収された本がよくこれだけ市場に残っていたよねそれは GHQ が日本人の民度を見くびっていたんだな図書館と出版元流通機関さえ抑えれば書物はあらかた没収できると高をくくっていたんでしょうでも昔の日本人は読書好きでしたからね GHQ が噴所にしても家庭に多くの蔵書があってそれが古書市場に流通して存在し続けてきたんです 沢さんが見るに GHQ はどんな目的を持ってこれらの書物を抹殺したんだと思うそれは福地先生も同じことをお考えだと思うけど理由の一つはやはり日本の優れた伝統文化や精神をぶった切るためでしょう。噴書にされた本はもちろんアメリカをはじめとする連合国を批判したものが大半なんだけどその中には我が国の歴史文化伝統高等国体精神民族国の根幹に関わる内容が多く含まれています。 国を滅ぼしてやろうと思ったらその国の歴史と文化を国民から奪って忘れさせてしまえばいいんだからねうん日本人の魂が書き込まれた本がたくさん選ばれている日本は戦前特に昭和前期あたりからワシントン体制によって英米の締め付けをかなり食らっていたからね世界も今で言うクローバリストとナショナリストとに分断されてしまっていたんだだけどそんな中でも日本には非常に優れたナショナリストの人たちが大勢いた そういう人たちの傑出した素晴らしい著作物をよりすぐって噴書にしてしまったんだから福祉先生は侍だからねそういうことは許せない沢さんだってそうでしょうもちろん許せないけど僕は先生に侍の魂を感じるからねどうだろうなまあ生まれは水戸の侍の出ではあるけどね水戸は血が熱いところなんだ幕末動乱の時の天狗党みたいに喧嘩ばっかりしてる 天狗党というのはナショナリスト集団ですからねその厚い血は間違いなく福地先生にも入っているよね幕末の動乱期水戸藩では天狗党のナショナリストと諸政派のグローバリストがお互いに死闘を演じたんですだからもう人材が不定しちゃって維新後には水戸藩出身の政治家や軍人で活躍する人は出てこなかったでもこの構図って戦後の日本にも似たところがあるよね戦後は死闘こそなかったけど 生き残ったのはやっぱりグローバリストの渓流彼らはアメリカのお手伝いをしてアメリカに助けてもらうことで生き延びてきたナショナリストは噴書みたいなものでみんな葬り去られて潰されちゃった私はおそらくアメリカは日本のことが恐ろしかったんだろうと思うんですよね白人に越して恐れず立ち向かってくる有色人種は日本人だけだったでしょうその日本の精神的支柱を破壊して完全に牙を抜き日本人が二度と立ち上がれないようにしたかった そのために米軍の占領政策に邪魔になりそうな高度な思想的文献をパルプの原料にするように命じたそう占領軍は上陸開始とともにいち早く噴射に着手したけれどもそれをやるには相当前から計画していたはずですよマッカーサーが厚木に降り立ったのが昭和20年8月30日最初の噴射が行われたのは昭和21年3月17日わずか半年余りで始められている それから昭和23年4月15日までのたった2年2ヶ月で計4回にわたって7,000冊もの本が没収されたんですよほど綿密に計画されていたんでしょうそうでないとそもそも図書の選定ができませんからね GHQ は日本が行った戦争は悪であり間違った戦争であったと国民に宣伝してすっかり洗脳に成功したけれど文書もその一翼を担っていたということだ そもそも戦争にあるのは勝ち負けだけで全も悪もありませんからね。日本には日本なりの理由と道理があって戦争に至った。それを負けたからといって悪だと決めつけ、日本側の言い分は根こそぎ葬り去って国民にまで悪だったと信じ込ませるんだから、すごいことをするもんだよ。今でも GHQ は日本の軍国主義を排除して民主化を推し進めたなんて思っている人がいるけど、とんでもない。 GHQ の唱える民主も自由も文化も戦勝国の方便で敗者に対してはその真逆のことを平然と行ったんです日本を操作しやすい従順な国にしてアメリカに隷属させるために邪魔なものは容赦なく追放し壊滅させた彼らの企みについて日本人はあまりに鈍感に過ぎました